ありましたね。義軍の攪乱を頼まれたのですが、私一人では手が足りません。あらあら、目の前でそんな大きな独り言を。わかりました、私がお手伝いいたします。本当に優しい人だこそ。困っているものは見積もって。楽器の過去に戻り、幼者出現という現象を超えた幼者討伐軍。しかし楽器を守る立場となった目下、最大の敵対勢力は義軍である。このままでは楽器を守りきることは難しい。そこで綾御前と蓮氏が、しかし奇襲を仕掛けんとしたまさにその時、突如。武士、敵の背後に回れました。存分に下を踏みにじるとしました。アヤ殿、笑顔が少し怖いですよ。あら、お待ちください。何でしょう、敵陣が急に騒がしく。気づかれたわけではないようですね。騒ぎはどんどん大きくなっていきます。何が起きているのか分かりませんね。とにかく私たちも参りましょう。戦乱の世を終わらせるため、これが定めなら私も戦いましょう。All right, girls, let's get right to it.
打ち取りました。ここは任せて。
あちらで誰かが戦っているようです。勝手にしろ。